はい、皆さんおはようございます。今日は9月の8日水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、今日はですね、今日というか昨日はアメリカのセッションの方なんですけれども、金曜日の雇用統計明けて初めてのトレーディングセッションということだったんですけれども、マーケット全体としては、リスクオフというような、推移となったかなと個人的には思っております。マーケットですね、僕としては、ここから上がっていくんじゃないかっていうようなことを先週述べていたんですけれども、なかなかそういったような方向性にもいかずですね、わずか上昇した銘柄に関しては、一部のというか、一部の大型銘柄に限定されていたような雰囲気があったかなと思っています。あとはですね、ワクチンの銘柄だったりとか、中国の銘柄で、かつというか、それに加えて、あとは、旅行とかレジャーとか、そういった少しニッチなマーケットに上昇が限定されていたかなと思っています。これは後ほどちょっとニュースをご紹介するので、それに連動したものなんだなというのをちょっと ご理解いただければと思うんですけれども、マーケットただし、昨日、下落はしたものの、これが本当にその弱気相場突入かどうかっていうと、必ずしもそういうわけではないかなと個人的には思ってはいるのと、あとはやっぱりですね、引き続きマーケット全体として、決算とか数字は悪くはないんですよね。で、ちょっとやっぱり昨日株式市場が少し弱含んだ理由としてはいくつかやっぱあったと思っていて、ゴールドマンサックスがですね、米国の経済の成長率っていうのを切り下げていたりですとか、あとはモルガンスタンレーがですね、米国の株式市場に対して米株に対してダウングレードというか見方を少し弱めていると。で、これも引き続きコロナの感染拡大状況というところだったりとか、あとはそれに紐づいてアメリカの経済成長の鈍化というところが、今危惧されているということなので、成長を今後もかなり強く続けていくというふうに思っていたアメリカ経済が、成長はするんですけれども、思ったほどではないかもしれないよねっていうような感じで、今下げてるというような感じかなと思っていますが、これは今後のコロナの状況を見てどうなるかっていうところもあると思いますし、あとはですね、マーケット全体が下がっていく中、やっぱりこういったガーファムですとかハイテク系の銘柄で、かつ決算が非常にいいところを先行して買われていくと思うので、リスク取っていくのであれば、決算内容というところは非常に重要視していかなければいけないなというところと、あとはですね、やっぱり小型銘柄の中で、これ昨年もそうだったんですけれども、しっかりとした商品が手元にないものだったりとか、また成長性が、期待できるんですけれども、やはり実際に売りが立つまでにしばらく時間が経つ、これはアストラとかっていうようなところがそうかもしれませんけれども、そういった銘柄に関しては少し厳しい状況が続く可能性はあるかなと考えています。で、僕はですね、ガーファムもアストラも両方持っているんですけれども、昨日はガーファムプラステスラに関しては非常にいいパフォーマンスだったのと、あとアストラに関しては 10% ぐらい落ちてはいたんですが、コストが非常にいいところで入っているので、あまり正直気にはしてません。僕は小型で持っている銘柄アストラとブレードに関しては、かなり長期で持っていようと思うので、現状でも引き続き、いいポイントで入れているプラス、短期の動きっていうのはあまり気にする必要はないかなと思っているのと、あとはですね、ガーファム関連で持っている銘柄に関しては、決算非常に良かったところだけを残しているというか、アマゾン切っちゃったんですけれども、それ以外に関しては非常に好調なパフォーマンスを出している銘柄が残っているという状況ではあるので、あまり心配せずに、継続保有でいきたいと思います。で、今後もですね、入ってくるキャッシュについてどうしようかなというふうに考えてはいるんですけれども、引き続きですね、VTI なり999なりそういった指数に、入れて、様子を見ようかなと考えております。キャッシュのまま持っていてもいいんですが、あまりそこに関しては、特にこだわりはなくて、指数でもキャッシュでもどっちもいいんですけれども、株式の個別銘柄に入れるのは、ちょっとどうしようかなというふうには考えています。先週もちょっと買い増ししたんですけれども、その際も、Google とあとは NVIDIA というところに限定して買い増しを行いました。同じようなことを続けていくかどうかはまだもう少し考えたいなというところと、もし株式個別銘柄買うんであれば、今持ってる銘柄を
祭り増していこうかなと思ってます。やはり今日のような時にですね、パフォーマンスしっかりとしたものが出してくれる銘柄というのは非常に心強いなと思いますし、まあ、何よりもですね、大きく負けないっていうところが今僕の中では、まあ、結構重要で、これは以前から申し上げている通り、まあ、安眠っていうところが非常に重要視僕の中ではしているので、まあ同じ方針は継続していこうかなと思っています。はい、指数一緒に見ていきたいと思うんですが、ダウがですね、マイナスの 0.76%、 S&P がマイナスの 0.34%、 ナスダックがプラスの 0.07%、 ラッセル2000がマイナスの 0.72% で推移をしてました。で、米国の10年債、金利なんですけれども、1.37 というところで約5ベースポイント、上昇をしてました。全体的に金利上昇を引き続きしていて、先週も、ビル・グロスさんでしたかね、あの非常に有名な元ピムコの運用者なんですけれども、米国の10年債とか米国の債券ですねはゴミだみたいな感じで言っていて、金利がですね 2% ぐらいまで上昇していくんじゃないかということを、まあ、言っていましたと。で、僕もあの今年来年とかっていう単位で2% ぐらい、まあ、マックスで 2.5% ぐらいかなと思っているので、まあ、そんなに急激にあの金利がですね、どん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 上がっていってもうなんだろう、なんかお手上げみたいな感じになるとはまあ思っていなくて、やはりですね、インフレ維持っていうのはかなり厳しいなというところと、あとアメリカの経済の、あの成長っていうところが、まあ、本当にこの今賃金かなり上がってますけれども、そういったことがまあ、将来的な、企業の収益の圧迫にかなり強くなってくるんじゃないかなというところも、まあ、僕の方では思っていて、まあ、思った以上の、 あのインフレだったりとか経済の成長もしかすると、まあ、来ないかなというのを考えてみると、そんなに簡単に、金利がどんどん上がっていくという状況も考えづらいですし、利上げというところに対してもなかなか踏み切れずに、FRB としては、まあ、そういった状況は続くんではないかなと、まあ思ってはいますが、まあ全く株を買わないかっていうとそういうわけではなくて、さっき言ったみたいな引き続き、高成長銘柄というか、まあかなりしっかりとした財務基盤を持った、まあいわゆるテック関連の、ギガテックというかビッグメガテックですかね。ガーファム中心に、まあいいパフォーマンス出してくれるんじゃないかなと、まあ期待はしています。はい。皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、なんといってもアメリカの方ではなくて、エルサルバドルですね、ビットコインの法定通貨化っていうところが行われていましたと。で、まあ、そんな当日にですね、10% を超えるような、まあ、大暴落が、仮想通貨界隈では起こっていたんですけれども、まあ、一時期パニック売りのような形でストップロスかなり大きくつけて下落はしていたんですが、しっかりと反発をしていて、まあ、徐々にちょっと安値を切り下げていくような展開になるのか、もしくはここから耐えて、もう一段上昇していくのかというところに注目をしていきたいと思っているんですが、まあ、昨晩のですね、大きな下落の要因というのは、ストップロスつけての一旦大きな下げというところだったので、まあ、僕としては、ここからもう一旦ちょっと揉み合いながらも徐々に上げていくような相場になるんじゃないかなと思っています。はい、まあ、ビットコイン仮想通貨に関連しては株式上を主導するというような立場にはないとは思うんですけれども、まあ結構密接にその資金の移動っていうところがお互いの、まあ値動きっていうところに影響が少なくからずはあるんじゃないかなと思うので、注視して見ていきたいと思いますし、もしご興味がある方はですね、もう一個の僕の仮想通貨のチャンネルやってますので、ぜひそちら見ていただければなと思っています。はい。次はですね、アメリカの失業の給付金なんですけれども、まあ、ホワイトハウス、アメリカの政府として、各州でですね、給付金の継続、まあ、延長ですね、をどうするかっていうのは判断してくださいねと。で、すでにですね、24州が、失業給付の、打ち切りというのをすでに決めているんですけれども、残りの州に関しては、まあ、財源もしっかりありますよと。なので、それぞれ独自にどうするかを決めてくださいと。で、先週の雇用統計に関しても、やはり、まあ、人種間での、失業率っていうところがかなり違ったりとかもするので、格差がやはり、まあ、ある州と、まあ、そうでない州が非常にあると。なので、まあ、これは独自で判断をしてくださいねということで、まあ、おそらく結構の州で給付金の延長っていうのは行っていくんではないかなと思いますし、まあ、もしそうなると、
やっぱり失業率の改善というか、雇用の改善というのが少しスローダウンするということも、まあ、あり得るなと思っていて、そうなるとやっぱり10月の、タイミングで発表される雇用統計に関しては、まあ、あまりそんなに強く、期待できないなというのが正直なところかなと今思っております。なので、そうなってくると、じゃあ、11月のテーパリング発表どうなるのみたいな感じにもなってくるとは思うんですが、まあ、今はそこに織り込みに行くというよりも、マーケット全体として、少しリスクオフのモードになっているので、まあ、この状況がこのまま継続するのかどうか、まあ、そこを見極めながらですね、まあ、判断してポジションを取っていきたいなと思っています。個人的にはあまり動く必要性は感じていなくて、まあ、個人個人それぞれ何か銘柄持ってるかによっても大きく変わってくると思うんですが、僕は個人のポートリオとしては動く必要はないかなと思っている一方で、結構ボラティティが高まるタイミングになると思うので、まあ、そこは気をつけていただければなと思いますし、特に、まあ、小型株とか持ってる方に関しては、結構激しく1日で 10% とか、まあ、10% 近く動く銘柄もここ今後出てくるとたくさん思いますので、そこはそのあたりは、ポートリオのバランスよく考えていただければなと思っています。はい、あとはですね、アメリカの方でバイデン大統領が9日明日ですねにデルタ株の対策を、まあ、議論するということを発表していました。で、こういったこともあってか、昨日リゾートですとか、エアラインとかですね、そういったところに関しては、まあ、非常にしっかりとした推移となっていました。まあ、あと、まあ、これと直接関係あるかどうかっていうのを別として、ギャンブルセクターですかね、まあ、スポーツ関連に、関連した、まあ、ギャンブリングっていうところも含めてなんですけれども、ギャンブル銘柄非常に好調で、まあ、今後は、まあ、何かしらの期待っていうのが、まあ、何かしらの期待というか、まあ、アフターコロナの銘柄が結構やっぱり今期待されているというのが、現状かなと思います。まあ、ある程度ですね、もうコロナの感染拡大っていうところがピーク迎えてるんじゃないかっていう見方が先々週ぐらいから出てきてますので、まあ、そのような、憶測をですね、織り込んでいるようなマーケットの動きかなと思っています。はい。あとはですね、アメリカの労働者の方なんですけれども、高賃金を求めて活発に転職してますよというのが、まあ、現在のニューヨーク連銀の調べとなっているそうです。で、結構ですね、たくさんの賃金を払ってくれるところが結構多く出てきているということもあって、雇用市場が非常に活発になっているということらしいんですけれども、まあ、やっぱりこういったニュースが出てくると、もちろんプラスの要因ではあるというか、消費に対してプラスではあると思うんですけれども、やっぱり長期で見たときに、まあ、インフレ大丈夫かなっていうところと、まあ、あとはやっぱりコスト、これまでのここ最近の、まあ、ここ最近っていうのは本当に1ヶ月、2ヶ月とかっていう単位じゃなくて、まあ、数年間の、推移と比べると、一気にですね、雇用するためのコストっていうのが、まあ、跳ね上がってる今状況にあると思うので、まあ、少し、今、雇用が進んでるところ、まあ、特に、マクドナルドとかそういう普段であれば非常に低賃金だったところが、まあ、かなり圧迫される状況に今後なっていくと思うので、まあ、そういうところは少し気をつけた方がいいかなと個人的には思っております。はい、あとはですね、中国銘柄昨日非常に大きく上げてましたけれども、中国政府がですね、アリババに関連した、まあ、セクハラ裁判みたいにやってますけれども、それがですね、最終的に、まあ、何もなく、終わりましたよということが昨日ニュースとして発表されてました。で、まあ、こういったのが出てくると、まあ、少し中国の政府が、まあ、企業に対しての引き締めっていうのが、まあ、少し和らいだのかなというような、まあ、憶測があったりとかもして、非常にマーケットセンチメントとしては、まあ、プラスに働いたんじゃないかなと思っています。で、今後はですね、継続して中国の政府としては、引き締めというか、まあ、監視というのは続けていきながらも、やっぱりちょっとマーケット全体として落ちてきているっていうのは、まあ、非常に、今の状況を許容すると。いうよりも、もう少し刺激策をしていってですね、中国の経済を、活性化していこうという意図は、まあ、随所に見られるので、まあ、このあたりは、どの銘柄を買うかっていうので結構変わってくると思うんですよね。まあ、例えばアリババというか、テンセントとかそういったテック系の銘柄を買うのか、もしくは、内需に非常に関連した強い銘柄を買うのかっていうところでも大きく変わってくると思いますので、まあ、中国銘柄も軒並みどれもダメだよねっていうフェーズは、
終わって、まあ、銘柄選定をしながら入っていくっていうようなもうタイミングにあるとは思いますので、まあ、とはいえ僕はちょっと入っていかないですけれども、状況は少しずつ改善していってるのかなと思っています。はい。あとはですね、アップルなんですが、14日にですね、新商品の発売のイベントを行うようで、まあ、そこで iPhone がですね、発表されるそうです。まあ、それ以外にも、MacBook Pro とかですね、いろんな発表があるようなんですけれども、ちょっとここ最近の、アップグレードと比較すると、少し物足りないような内容になるんじゃないかっていうふうなことは言われていますが、まあ、引き続きですね、非常にいい商品出してくるんじゃないかっていうところが、まあ、観測としてあったりとか、あとは 5G に携帯がまだ完全にこう世界的にはしてないっていうところもあって、まあ、今回の商品でもそのあたりの 5G への移行っていうところが一つの要因としてしっかりと売れ行きいくんじゃないかということもコメントとしてはいろんなところでは出ていました。はい、あとはですね、インテルなんですけれども、欧州の半導体の製造拠点というのをですね、まあ、どっかに作ろうということで10年間で今後800億ドルユーロなんで日本円で10兆円ぐらいですかねの、今後、予定がされているそうです。で、まだ具体的に場所とかっていうのは決まってないようなんですけれども、まあ、こういった方針を打ち出していて、できるだけ早く着手していただければなと思っています。で、まあ、ここ非常に面白い一つのデータ出ていたんですが、今ですね、自動車のまあ、コストにかかる半導体のポーション割合っていうのは 4% らしいんですけれども、まあ、将来的に2030年までに、まあ、全体の最大 20% になるというふうに言われていて、今後はですね、非常に、車セクターの中でも半導体の重要性っていうのが非常に高まっていくことも、まあ、予想されますし、また半導体の値上がりっていうところもですね、今後、まだまだされていくと思うので、まあ、長期でやっぱり半導体っていうのは重要性かつ販売力というところが強化されていくということを考えてみると、短期の値動きというよりも、まあ、長期的なこのセクターの成長というところに、まあ、かけてみるのも非常にいい、投資方法の一つかなと思っています。で、僕はNVIDIA も一択なんですけれども、一応ポートリオの中でも1位2位を争うような規模で、保有をしているんですが、まあ、このあたりは結構ボラティティは高いんですけれども、まあ、値動きに関しては、まあ、あまり気にせずに長期的な成長っていうのを取れるようにしていきたいなと考えています。はい、ここ最近ちょっと非常に判断が難しい日々が続いていて、なかなかどういうふうにこのマーケットの動きを捉えたらいいんだろうかっていうことを結構迷うような日々も出てきてはいるんですけれども、まあ、結構今はですね、市場参加者によっても大きく違ったりとか、まあ、季節的にも、今回ですね、改めてレイバーデーの後にいろんな人がですね、夏休みから帰ってきて、どうしようかっていうふうに考えているタイミングでもあったりするので、まあ、よくですね、マーケットの潮目がよく変わりやすいようなタイミングというふうに言われてはいるんですが、まあ、ちょっと次の雇用統計というところを見てみないとなかなか判断が難しいような状況であったりとか、まあ、基本的には11月テーパリング発表の来年開始ではあると思うんですけれども、まだ状況は流動的かなと思いますので、まあ、あまりどっちの方向性っていうのを短期的な見方では、まあ、そんな決めつけず、まあ、柔軟に対応していければなと思ってますが、まあ、いずれにせよ株式市場に関しては、まあ、これ銘柄やっぱり選ぶっていう条件は一つもやっぱあると思うんですけども、全体的に、まあ、強気というか上昇目線っていうのは、まあ、僕は変わらないかなと思ってます。はい、ということで、まあ、日々、まあ、結構連日難しいような相場続いてますけれども、まあ、今非常に強くリスクを取るというよりも、まあ、キャッシュを蓄えたり、あとは指数で持っておくなり、まあ、そういった少しディフェンシブなスタイルで今ちょっと挑むような時期かなと思いますので、無理せず、投資楽しんでいきたいと思います。ということで、今日はですね、非常に天気いい一日で、最近はずっと雨だったりとかっていうのもあったので、気持ちがいい朝だなと思って、もうちょっとこの後散歩でもしたいなと考えてますが、はい、なかなかちょっと最近はですね、朝息子の公文でちょっと時間がなかなかなかったりとか、まあ宿題がですね結構たくさん出て大変な日々が続いているので、できるだけですねそういったものを早く終わらせて、散歩でもしながら息子と虫でも探したいなと思っております。はい、ということで、いつも動画をご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。